ラッセル・マローンはアメリカ合衆国のジャズギタリスト。1988年にジミー・スミスのバンドで演奏し、1990年代を通してハリー・コニック・ジュニアやダイアナ・クラールと共演した。アメリカ合衆国ジョージア州オルバに生まれ、4歳の時に母親が買ったおもちゃのギターを弾き始めた。B.B. キングやザ・ディキシー・ハミング・バーズの影響を受けている。 また12歳の時にジョージ・ベンソンがベニー・グッドマンとテレビで演奏するのを見たことに大きな影響を受けた。ほとんど独学である。1988年以降、マローンはジミー・スミスと2年間過ごした。また1989年以降はハリー・コニック・ジュニアのビッグバンドのメンバーとして世界中で演奏した。1995年から1999年に かけて、ダイアナクラールトリオのギタリストとなり、ベストボーカルジャズパフォーマンス賞を受賞した、ウェン、アイルックインユアイズなどを含む、3つのグラミー賞に、ノミネートされたアルバムに参加した。マローンは1990年代後半から2000年に、かけて、ピアニストのベニー・グリーンによる、カレードスコープ、ジーズ・アー・ソウル・フル・デイズ、ナチュラリーというアルバムの収録に参加した。その後、 二人はデュオを結成し、2003年にライブアルバムのデュオライブジャズ・アット・ザ・ウィストロ、2004年にスタジオアルバムのブルーバードをリリースした。彼らは2007年までツアーを行った。マローンはロン・カーター、ロイ・ハーグローブ、ダイアン・リーブスとツアーを行い、ケニー・バロン、ブランフォード・マルサリス、ウィントン・マルサリス、ジャック・マクダフ、マルグリュー、ミラー。 エディクリーンヘッドビンソンとセッションを行った。1992年に彼の最初のソロアルバムをレコーディングし、さらにトリオとカルテットを弾いた。他のゲスト出演には、ビブラフォン奏者のボビー・ハッチャーソン、オルガン奏者のロニー・スミス、そしてピアニストのハンク・ジョーンズの90歳の誕生日祝賀コンサートなどがある。 2008年10月、カリフォルニア州オークランドのヨッシーズで、ギタリストのビル・フリゼールとのデュオで演奏した。翌年、マローンはサックス奏者のソニー・ロリンズのバンドメンバーとなり、80歳の誕生日を祝福した。マローンは2005年9月9日から11日に、ニューヨークのジャズ・スタンダードで、ライブレコーディングを行い、マックス・ジャズからのアルバム、 ライブアットジャズスタンダードボリューム1及びライブアットジャズスタンダードボリューム2に収録された。この2枚のライブアルバムにおけるカルテットのメンバーはピアノ奏者のマーティン・ベヘラーのベース奏者のタシー・リボンドそしてドラム奏者のジョナサン・ブレイクだった。マローンの2010年のレコーディングトリプルプレイではベースのデビッド・ウォンドラムのモンティス・コールマンをフィーチャーした。 All About Melody では、ピアニストのリック・ジャーマンソン、ベーシストのルーク・セリック、そしてドラマーのウィリー・ジョーンズ3世をフィーチャーした。ありがとうございます。